わ、クマだね。はい、おはようございます、カババです。ここはですね、なんていうかな、こう地名がよくわかんないんだけど、浅間隠し山、登山口駐車場っていう風に、ね、Google かなんか出てましたけど、こんな感じでね、車がね、そうね、1,2,3,4,5,6,7,8,9、 まあちょっとね、あっちの路肩まで入れるとまあ15台ぐらい止めれるかな。ようこそ浅間隠し山。浅間隠し山は初心者でも登山を楽しめる人気のコースで、頂上には360度パノラマが広がってます。だっていいね。ということでございまして、今日は浅間隠し山を登ります。はい、というわけでね、ルートの説明なんですが、今回登る浅間隠し山、群馬県の東吾妻町と長野原町の境にそびえる、標高は 1757m、 日本200名山なんですね。で、浅間隠しってね、変わった名前なんですけど、その由来はですね、東吾妻町と中之条から見ると浅間山をね、隠してしまうことからこの山名がついたとされてるんですね。で、ちなみにね、僕の動画でおなじみのあの古浅間山っていうのはちょうどここら辺の位置にあります。はい、それでは登山ルートなんですが、道路脇の駐車場から 200m ほど下ると登山口があります。登り始め少しがれてるんですけど、特に迷いやすい場所もなくてですね、山頂までよく整備された安全な登山道が続きます。ゆっくり登ってだいたい100分、山頂からはですね、浅間山北軽の大絶景が拝めます。では行ってきます。はい、さっきのね、駐車場から 200m ぐらいね、下っていくと、ここが登山口ですね。浅間隠し山登山口、川浦富士って言うんだ。山頂まで90分、2km。はい、はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、ではレッツゴー。へえ、こうなってんだ。まあ、今年はね、暖冬だからそんなに雪がないけど、まあ例年だったらもうかなりここら辺も積もってるんでしょうね。なんせね、今回初めて来たんで。あ、でもね、晴れてさ、今日最高だよこれ。うん、日本海側ね、すごい雪で大変なんだけど、ね、山のこっち側は本当に雪もなく穏やかな年末になってます。はい、最初はね、こんな感じで、なんていうの、これ谷だね、これ。ここを気をつけながらね、登っていく感じなんだけど、うん、最初ね、優しい道かと思ったら、いや、最近ね、まあ、仕事忙しくて本当山に登れてないんで、まあ、今日は多分ね、相当疲れるんじゃないかと思うんですけど、いやー、さ、思った以上にさ、よく整備されてるじゃんこれ。素晴らしいね。ここを手入れくださってるね、山岳会の皆さん、どうお疲れ様です。ありがとうございます。はい、8時51分。はい、斜面をね、ガーッと登ってきたんだけど、稜線出ましたね。おー、ここはなるほど。はい、今ね、ちょっと地図を確認したら、あの目の前の、わかりますか？ドーンと構えた山、あれがね、浅間隠し山なんだって。だから向こう側から見て、ちょうど浅間が隠れるんだね。そう。で、要はね、あの山頂ね、あそこに行きたいと思います。はい、では行きましょう。はい、こんな感じでね、浅間隠し山を見ながら歩く感じなんですけど、これね、斜面はね、もう真っ白。
とりあえずね、まだね、滑り止めなしで歩いてますけど、もうちょっとね、雪が、深くなったら、チェーンアイゼンでもつけようと思ってます。山登りっていうか、まあ、ハイキングだね。ね、うん、でも楽しいよ。いい道だよ。空気が澄んでて気持ちいい。うん。わ、何？クマじゃない、あれ。どこ？ほら。カモシカか。今ね。カモシカがね、こっから見えないかな。GoPro じゃ見えないな。大きいな。はい、あのね、先日買ったスントコはもうブラックね、オールブラックじゃなくて文字盤がね、白いやつ。この方が圧倒的に見やすいんですよ。オールブラックの方がかっこいいんだけどね、これね、すごくいい。まあこれ時刻でしょ、これコード、ね、これコンパスね。まあ、他にいろいろ機能あるんだけど、ほとんど時計しか使ってないんですけど、すごくいいです。何がいいかっていうとね、格好がいいですよ。まあ大体こんなもん格好だからね。これさ、すごいいい斜面だね、これ。歩道山にこういうとこあったね。うん、歩道山あったね。あ、上に人がいる。あ、登り切ったと思ったら、それ偽ピークだ。本体は向こうだ、向こう。うん、ここが目指していた偽ピークの山頂がここですね。でもね、こっからあそこだと、こう一回暗部に降りて登るっていう感じじゃないんで、うん、このまま斜面をずっと上がる感じかな。バームクーヘン、それとパンケーキ、これやる。何、私こっちの方がこれもやる。これもくれるの、うん、ありがとう、ゴミ袋。やっぱりバームクーヘン、うん、あ、山頂にね、近くなるにつれて、勾配がね、急になってきました。今までのあの天国ロードは何だったんだろうっていう。まあそれでもね、危険箇所は見た通りないですね。ガレ場もないし、まあ、あの辺がどうなんだろうね、最後の斜面ね。いやー、急だった。すごかったね。すごかった、うん、うわ、なんか看板あんじゃん。勾配も少し緩やかになってきた。急と終わりかな。急と終わりっぽいな、これ、うん、これ天国ロードっぽいよ、これ。本当だ。左、浅間隠し山。いやー、おお、これはまさしく、いやー、あそこが浅間隠し山ですね。あ、この稜線沿いにぐーっと行く感じだよね。わあ、なんだよこれ。天国ロード下り。すごい絶景だな。すごいよ。今まで来た中で一番すごくない？うん、すごい。あそこが山頂だよ。さあ、山頂から浅間を見るとどうなんだろう。10時32分。はい。これ山頂の広場かな。おお、来た来た、素晴らしい。なんじゃこれ。
うわ、ね、超絶景、すごいね。こう北アルプスがね、こう白いね、筋になってます、うん、あれが乗鞍だろうな。御嶽かな、あっちは。はい、浅間山を見てみましょう。タラッタッタッタ、I'm loving it。 ウィーダーン。うわー、すーごい、こうなってんだ。へえ、素晴らしいですね。すごいね。はい、こっちからね登ってきたんですけど、山頂はねこんな感じですね。結構広いですね。小学校のね教室まではないんだけど、その半分ぐらいかな。素晴らしいです。あ、今ね10時42分。いやー、なんか絶景を見ると腹減るね、なんか不思議と。そうだね。今日はなんか買ってきたんですか。じゃあ食べよう。はい、これね山頂からね、方角はどっちだこれ、北か。まあ、ちょっとこじんまりとした広がってるとこあるんで、ここでご飯食べようか。山頂のちょっと端っこの方で、ご飯食べようと思ってるんですけど、まあ、カブパパといえばね、冬はね、もうコンビニの冷凍鍋。ね。去年ね、もう全シリーズ紹介したんですよ。まあ、約3年かけてね。で、今年はですね、セブンイレブン行ったら新しいのが売ってたんで、今回ご紹介します。前、セブンイレブンはね、関西風のうどんかな？鍋焼きうどん。関西風鍋焼きうどん。あれ美味しかったんだけど、これね、出てました、新しいの。お鍋でグツグツ、カレーうどん。はい。まあ、こういうやつなんで、ね、コンロにかけられるんですけど、これすごく美味しそうだよね。それとね、もう一つ。はい。まあ、僕的にはこれすごいいいなと思ってるんですけど、牛すきうどん。この肉の赤々しい感じがですね、これすごくいいですね、これ。はい。牛すきとカレーうどん。カブはまどっち食べる？牛すき。牛すき？じゃあカブはま牛すきね。じゃあ牛すき、はい、これねプリウスのスパイダーです。わお、おっとねおむすびコロリになったよね。美味しそうだね。いやー、いい匂い。じゃらっちゃっちゃっちゃーん。ありがとう、はい、すんげえいい匂いだこれ。もう優勝間違いないよこれ。なんかすんげえいい匂いなんだけど、すき焼き、うわーうわー、うどん、うどん好き、うどん好き。うん、冷たい。かったね、めちゃくちゃうまかった、うん、あのね、実はこれね、今日持ってきたのはこれプリムスのスパイダーなんですけど、スパイダーってこの炎が直噴なのね、こういう感じで上がるわけ。
だから鍋全体に当たるわけじゃないんで、真ん中にしか当たんないんですよ、鍋の真ん中にしか。そうするとね、どういう結果になるかっていうと、こういうことになるんです。こう真ん中がね、焦げついちゃうことがあるんで、まあ、うまくね、よくあのかんませてね、かんませるって栃木弁でかき混ぜるって意味なんだけど、こうかき混ぜながらやるか、それともこう直噴じゃないね、こう概念式かな、あれでやるか、まあそのどっちかがいいと思うんで、まあ直噴でやる場合はね、こうなるっていう可能性もあるんで、まあ注意して食事を楽しんでください。はい、11時35分、さあ降りようか。さあ降りようか。いやー怖いね、これさ、凍ってたのが溶けてきてドロドロになってきたよ。早く降りねえとやべえんじゃないかこれ。あー、もう雪も溶けてきちゃって、はい、ここねちょっとね山頂から降りてきたところなんだけど、もうこっからの景色がもう秀逸でね、まあ、目の前がまあ浅間なんですけど、あの向こうにね、こうなんていうの、こう雲海に浮かんでるような感じでありますよね。あれがね八ヶ岳ですねすごいね、あれ綺麗だな。というわけでね、まあ、ここでちょっと年末のご挨拶をしたいと思うんですが、今年はねだいぶ仕事が忙しくなっちゃって、またあの膝の具合もあんまり良くなかったから、正直言ってね、山登りを始めてね、僕もかなりの年数登ってるんですけど、今年が多分ね、一番登ってないかな。山の数では。3000メーター以上の山もね、まあ、今年は御嶽だけだったし、まあ、そんなにね、一生懸命山登りした年じゃなかったんだけど、それなりにね、いろんな方に出会えて、一緒に山を登ることができて、本当に良かったと思います。というわけでございましてね、今年一年、本当にありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。